どうも皆様こんにちは、こんばんは。どっちでもいいか、実況者 PG です。今回はこのペグチンが皆様に英語をお届けしたいと思います。まあとりあえず今回もこの現地アメリカで生の英語を聞き取って英会話勉強していきましょう。やはり英語を話すことに関してはやっぱ勉強とかよりも現地のその英語の声、生の声を聞いてやっぱ上達していくんが大事なの。いやー、ほんまアメリカって広い街やな。お、パーキングロット、ただの空き地やんけな。一台も車止まってないし、売り上げあんのここ。もうこんなもん土地の無駄遣いやんけな。売り払え売り払え、家建てろ。もうなんやねんこっち、家の作り適当か。なんか色違う家並べとけばそれなり見えるやろみたいな、アホか。ウェーいやー、アメリカって楽しい国ですね。これが本当の自由の国です。お、あそこにおばあさんがいますね。ちょっと脅せば金くれそうですね。あ、あそこに若い女性がいますね。ちょっと後ろからお尻を触ってみましょう。どんな反応するのかな。Hey, hello. Is there a restroom in this building? Hi. Is there a restroom in this building? Pardon? レストルームってなんだ？わけわからへんねんけど。は？レストルーム？まあ英語っていうのは生の声を聞くも大事ですけど、返答に関しては。まあ9割が運と言っても過言ではないので、これは適当に選びましょう。はい、 There is one in the building on the right。 これでいきましょう。 There is one. よっしゃ、グッドやまあ英語というものはですね、文法がちょっと日本語と比べると特殊なんですけども、まあそういうのも覚えるのも大変だということなので、生の声を聞いて、まあ残りは運で対処していきましょうということです。まあ適当に英単語喋っときゃ会話は成立します。まあ日が暮れて辺りが暗くなってきたんですけれども、はい、絶好の時間のチャンスですね。まあ皆様も本当夜道歩くのは気をつけてください。僕みたいな変態が歩いてるかもしれないんで。はい、なんかダラダラしてると次の日になっちゃいました。お、あそこに息のいい女性がいますね。三枚おろしにしていただきたいですね。あ、もちろん体とパンツとブラジャーです。 Yes。Hey! Did you want something? な、聞いてきてんな。何を聞いてきたん？ Where is the best place to buy vintage clothing? Where is the best place to buy vintage clothing? え？ヴィンテージもんをベストプライス売ってるとこ？え？売ってるとこ？ちゃうな、ベストプライス。どれにしようかな、これ。ほら来た、グッダー。 Hey! 聞いてきてんな。何を聞いてきたん？